50人以上がね、病院に搬送されて、映画史上最も危険な撮影だったと言われてるんで、絶対紙芝居でやんない方がいいからね。まだホワイトボード使ってほしかったな。いっぱい書いてきちゃった。今日はね、ある特集ですよ。書いてきました。書いてきたのか。うん、何をか。いちいち食べるな。だな。じゃあ、行きます。早速。そこはあまりにも危険すぎる撮影現場。おー、危険すぎるじゃん。ブランキーの撮影現場。朝駅一のソロだね。映画の撮影現場。映画の撮影現場。絶対紙芝居でやんない方がいいからね。まだホワイトボード使ってほしかったな。いっぱい書いてきちゃった。危険なね、撮影が行われてるんです、映画って。よく聞くよね、でも。トム・クルーズがスタントマンなしで。あ、そう。CG じゃなくて、めっちゃ骨折ってるらしいよ、あの人。そう、そういうのね。そういうことだよね。のもあれば。あれば。いろんな危険っていうのがあるんですよ。あ、なるほど。じゃあ早速行こうかな。ちょっと興味あるわ。早速紹介していきます。文字だった文字だった紙芝居だった字が多かっただったら本当にこれだけがいいんだよ、ね、本当にこれだけがいい。これはね、もう超名作ですよ、はい、じゃあどれぐらい名作かっていうのをまず紹介していきますね、はい、金曜ロードショーでも放送された山寺宏一、山ちゃんが吹き替え版を担当いっぱいあんだよな、それ。宏一のうちは怪しいけどな、うん、それだけにとどまらず、なんとね、レイコが出ている王様のブランチのプロが厳選、本当にうまいコンビニメニュー&親子で見たい映画特集でも、どんな特集だよ取り上げられた。どんな特集だよ、どんな特集はどうやってんだ、めちゃくちゃとがってんだ。それぐらいの名作でね、マスクかな、あー、マスクかな、あとはアカデミー賞で11部門受賞してるっていう。そこで答えてくれよ。マスクっぽいけどな、マジで。もうね、ピンと来てる人もいるかもしれません。うん、この映画です。わかんねえよ、これ。これだって言われてもわかんねえよ。なんでタイタニック？そうです。こんなにいねえだろ。こんなにやってるやつ2人だけだろ。観光名所に。ディカプリオって山寺宏一だったんだ。確かにそうだね。それに驚きだわ。シンプルに。いろいろ情報が処理されてる。桃太郎なのかっていう気持ちもある。まあでもこれをね、どうやって撮影したのか。次のページです。どのシーンのことかはまだわかんない。全員これやってねえから観客こんな風にね、もう大勢の人がね、巨大プールに一斉に入って冷たい水の中にね、何時間も使ってなきゃいけなかったのって絶対思ってるな、うん、そのシーン撮るときに、うん、風とかね、インフルエンザになっちゃったのって。インフルエンザはもう関係なくない寒さなんていうか、もう誰かが持ってたせいだって感染してるだけだそう。それでもね、このタイタニックのキャメロン監督はね、すごいスパルタ、何度もやり直しマジでやり直せるんだ、このやり直しさせたんだって。そうだな、本当めちゃくちゃ金かかったんだって。でもいろんな、もうそういうのにムカついた誰かがね、こんな行動を起こしちゃったんですよ。食事にね、毒を持ったんです。えっ、やば、マジで水浸しにしただけだと思ったよ。ね、水かけたのかと思った。毒なの、火力のせいだった。事件にして撮影中止させようと。もうそうなのかな、それかもう全く殺そうとしたのか、そのレベルだね。もうちょっと行っちゃったんだ頭が。そうで、これでもう50人以上がね、病院に搬送されてっていう事態になった。ただでさえインフルエンザなのに。そうだよ、やばいよ、ホントに。みんな病院送りじゃん。で、肝心の恨まれてたね、監督はというと、どうなった、なんで、そういうことだ。すぐね、食べ物吐き出したのって。すぐ分かったんだ。どこ入ってたのって。そう。やば、かっこよ。すごい。それで事なきを得たと。そんな事実知らなかったんだね。全然言われてなかったよ。でも、結果的にはね、興行収入262億円でね。今でも実写映画ではね、1。え、すご。結果的にはね、名作になったんですね。これ内容が全然入ってこないですね。紙芝居マジで。絵に持ってかれすぎて。さあ、続いての撮影が危険すぎる映画は、これも名作ですよ。こちらです。あれ？なんだっけ？あ、これあれじゃない？エクソシストじゃない？正解！しゃー！すごい！やった！悪魔に取り憑かれた少女と悪魔払いの話、エクソシストです。この映画のね、本当の悪魔は別にいたと言われてるんですよ。引きがある感じで話すな、マジで。それがですね、監督のウィリアム・フリードキン。もう、監督がやっぱり。そうなんですよ。でもやっぱ巨匠なんだよね。このもうオカルトブームを全世界にもたらした人なんです。ですけど、なんと、撮影は、こうなってたんですね。どうなってんのこれ。あ、クーラー効かせまくったの？
正解。おお。なんか分かってなかった。俺の絵めちゃくちゃ分かるね。分かるようになってきたわ、なんか。順応してきたわ。悪魔に取り憑かれた少女の息を白くするために、うん、あ、もう常に室温を0度以下にするっていうね。うんうん、でも女の子はさ、パジャマ1枚だから。そうだよね。うん、別にそういう寒いとこって設定の部屋じゃないからね。そうか。だからもうね、半分意識失ってたんだって。やっぱ。もうやりたい放題の監督なんですが、もうさらに行動がエスカレートしていきます。うん、さすがにわかんないだろ、本田。これはわかんねえ。なんだこれ。なんと、うん、NG を出すためにね、拳銃をぶっ放すようになった。やば。蜷川幸雄声。灰皿投げる声だよね。灰皿、灰皿声だね。マジか。ばでね、神父役の人がもう祈っちゃって。本当に本当に。神父じゃないのにさ。悪魔ですよ、もうこの監督は。ね、他にも、出演者やスタッフがね、謎の死を遂げたり。弾当たっちゃってんじゃん、絶対。当たっちゃってたんじゃない。絶対弾当たっちゃってんじゃん、そんなの。あと、撮影のセットがね、火事でもう全焼しちゃったりとか。え、もう誰か、ほんと嫌になって。嫌になって崩壊したんだよ。したんだよ。そうだよね。タイタニックのやつかな。うん、のやつだと思う。同じやつ。どこものやつ同じやつ。オアシシみたいなやつ。いいんじゃないの、なんか。確かに、ホラー映画ってなんかよく聞くよね。追い詰めて追い詰めてみたいなのね、シーンを。シャイニングとかもさ。あ、それはそう、シャイニングそう聞いたわ。らしいね。本当に閉じ込められてみたいな。そういう人が撮りたがるのかもね、ホラー映画って。追い込みたいみたいな。作品を追求してね。恐怖に真実があると思ってる人だからさ。そうだよね。ということで、最後は、人間より危険なやつ。ロアーズという作品。ロアーズ、うん、ライオンか。そう、動物愛にあふれる一家と、うん、ライオンとかトラとかがね、共に生活するっていう映画なんだよね。へえ、うん、ただね、これがね、映画史上最も危険な撮影だったと言われてるんだよね。へえ、何というのも、うわ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 、食っちゃってんじゃん人。えこのね、猛獣たちね、もともとはもう野生で調教とかも一切しなかったんだって。マジでやば。サーカスから連れてきてないのね。違う、もう野生の。へえ。でスタントマンも使わないで、安全のための柵とかも一切講じなかった。なんで動物を愛してる人たちが本当に撮ったから、うん、なんかもうそのままを撮りたいって言ってね、うん、ただ家族でライオンがいる部屋に入ってあやそうとするけど、なんかガーッとかやられたりとか。そんなあるよね。野生だったらガーッとかやられたりするよな、絶対。そういう映画なんだけど、うん、そのそういう映画自体もそういう映画なんだ。そうそうそう、その結果ですよ、70人以上が怪我を負ってる。いや、それはね、あの女優さんはね、頭噛まれちゃって。マジで50針縫ってやば。カメラマンに至ってはね、120針縫う大怪我を負ったんですね。へえ、たな、マジで。公開されてんの、その映画。うん、公開されたよ。ちょっと見てみたいな。あんまり。死人は？それがどうだったかというと、死人はゼロです。おお。やっぱそれは良かったけど、それは良かったけど、ライオン。そしてね、みんながね、口を揃えて言うのがね、動物たちが無事で何よりだ。好きすぎるだろ、動物。大事にしすぎだろ。人間も動物だし、その映画のドキュメンタリー撮った方が面白そうだよね。そっちの方が見たいな。そうだよね。でもその映画ももう、ほぼ、まあドキュメンタリーだからね。まあそういうことだね。血まみれになるからさ。でもすごい愛してるね。笑うしかないよ、超大量のムツゴロウさんってことでしょ。そうだよ。噛まれながらさ。大量のね、怪我人は出したけど、ゼロ人の死者っていうのはもう奇跡ですよね。だし、誰も悲しんでないんだもんね。そう。それを。自己責任でやったんでしょ。動物が無事で何よりだから、この人たちが。すごいね。はい。うわ、マジで実際の映画見たいわ、これ、ほんとに。うん。うまいじゃん。こういうプロモーションってことでしょ？チープな映画見せることによってさ、本当の映画見たくなるもん。うん、想像が膨らんでるでしょ、みんな。うん。意図してなかったみたいな。全然意図してなかった。全然意図してなかったね。そう。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターもあります。いや、今日の危険あるある、胸がすごい痛い、危ないって思った時は、あれは実は心臓ではなくて肋間神経痛という、肋骨の神経が痛いだけだから、あまり気にしなくても大丈夫。あるあるじゃなかった、情報だった。